ハリネズミドラマ第22話無力。おやおや、形勢逆転といったとこでしょうか。全ての力をぶつけてくるがいい。そんなここに来て新手だなんて。ハンバーグの体力が回復しよった。しかもほとんどの動物が食べられないアリルプロフィル術で火が起こった玉ねぎが、私少しでも触れればあっという間に小屋行きでございます。はあ、これでも暗いなさい。お元気ですか。おやおや、直接この私に触れない攻撃ですか。私に触れないというのは確かによろしい選択肢でございます。だが私に刺激を与えれば与えるほど私の力は強くなりますよ。な、玉ねぎの皮むきじゃと。玉ねぎの皮むき。奴は強力な皮によってガードされておる。じゃが直接触れないようにダメージを与えれば倒すことができる。だけど直接触れずにダメージを与えるなんて。しかも厄介なことに隣にはハンバーグ。どうしよう、打つ手がない。玉ねぎ、早く終わらせるんだ。おやおや、そう焦らない焦らない。な、皮が分離しただと。ウィンドスラッシャー、避けろ。おやおや、避けられてしまいましたか。ここをどけ、肉汁天国。体が動かない。なんということでしょうか。油で力が出ない。これはなんという強さじゃ。勝ち目がない。みんな守りたい。でもでも全ての攻撃が効かない。どうしよう、私力になれない。さあここでお芝居にするとしましょうか。玉ねぎランチャー補充開始。玉ねぎランチャー、そんなものを打たれてしまっては。補充率 10% ひとたまりもありません。補充率 20% 全くできない。補充率 30% ロベルト、おばちゃん、みんな助けられなくってごめん。本当はこいつらを倒してみんなで一緒にまた笑いたかったよ。みんなみんなごめん。僕じゃ倒せないよ。40%。フルパワー準備完了。すべての皆さん、小屋にお帰りなさい。玉ねぎランチャー。みんな、本当に守れなくてごめん。ターゲットにヒット。梅干し様、我ら食べられないつの勝利でございます。ああ、おやおや、ついにやったぞ。あれ、みんなの気が消えた。まさかそんなことって。ホリスケ、みんなこの二人はどうするの？まだ、まだ、君の物語は、ここで、終わりじゃないよ。この二人も、あとちょっとで、全回復するのに。みんな、みんな、おいら、おいら。ホリスキー、ホリスキー。
ちょっと何よこれ。まだまだ起きるのは早いよ。無理に起きようとしたら二人とも。掘りすぎ掘りすぎ。何よこれ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 。これ餌が食われや。な、回復の気を断ち切って。おいらが思ってたより、はるかに、はるかにあの二人は、力を蓄えていた。ホリスキー、ホリスキー！あんた、こんなところで、小屋に帰るんじゃないわよ。お前が小屋に帰ったら、おいら、おいら。一人で小屋に帰るなんか、許さないだからね。眠りながら、感じたよ、ホリスキー、みんな。おいらたちが寝てる間、ずっと、ずっと、頑張ってくれたんだよね。眠っている間の、記憶はないけれども、それでも、それでも、ハリスケの気持ちは、伝わったよ。だから、だからハリスケ、負けないでね。眠っている間、思い出したよ。おいらたち、みんなで、楽しく、遊んだよね。いつまでもあんな日が続けばよかったと思ってたわ。みんなで楽しく笑って一緒に遊んだもんな。またみんなで遊びたいんだもんな。喧嘩もしたりしたけど、やっぱりみんな大事な仲間よ。辛い時、苦しい時、みんなでみんなで力を合わせて頑張ったもんな。眠りながらおいら感じたんだ。ハリスケがどんだけ辛い思いをしたかって。ハリスケは一人でずっとみんなのことを背負ってたんだもんな。ハリスケ、小屋に帰るな。おいらみんなとまた遊びたいよ。どんなに離れていたって、みんなはあんたのことを思っているのよ。だから小屋になんか帰らないで。久しぶりに膨大なエネルギーを使いました。何、案ずるでない。すべてを無に返した。しかしもうちょっと骨があっても良いと思ったのに。何を言う。我らにかかればこんなもの朝飯前であろう。怖や怖や、恐ろしいと言いますね。ああ、海星様に早速連絡をいたしましょう。ハリスケ、ハリスケ。おやおや。これは生き残りがいたとは。生き残りってまさか。おやおや、ご安心を。まもなくあなたたちも同じ運命をたどります。同じ運命、それってハリスケ。あんたら、なんてこと、してくれたのよ。第一のエサクレア。エサクレア。
おらな、なに、なに、お、おばちゃん、おばちゃんを殺すとめっちゃ怖いね。次週ハリネズミドラマ第23話炎